韓国の疾病管理本部は新型コロナウイルスの新型肺炎疑いのある患者が国内でさらに4人発生したと22日発表した。現在まで韓国で発生した新型肺炎疑いのある患者は計16人。そのうち1人は感染が確認された。4人は感染しているかを確認するために検査中。 残り11人は検査の結果で、陰性と確認され隔離が解除された。疾病管理本部の関係者は、旧正月連休の間、医療機関を中心に症状に関する問い合わせや救急室への訪問が増えるものと予想しているとし、医療界と対応策を議論していると明らかにした。